どうもこんにちは、ミスター GTA モッドです。なんと、大和宅急便の最終決定がついに発見されましたよ、皆さん。ね、パチ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 。ね、この新しいムーン車両を使った、ね、ムーンビームを使った、新しい車両、じゃなくて新しい車両、ムーンビームを使ったこの大和宅急便の再現。今までね、セブンイレブンの慣れの果てとか、間違ってロスサントスに漂流してしまった大和宅急便の不完成バージョンとかね、ただ見かけましたけども。ね、そして、この人はね、もう一人のね、ファッションプレイヤーですよ、ね。この山賊の刀を手に取ってこの強盗マスクを着てね、いかにも強盗っぽいね。これあれですね、おそらく大和宅急便のウェポン宅急便サービスを利用して、おっと一般市民に試し切りかね。開封動画、早速新しく手に取ったばかりのこの新商品3頭を振り回して、その使い心地を試しているのか。おお、危ない。ローライダーズアップデートで追加された新しい服装を使った秋の新コスチュームをお届けいたします。ニューヨーク・ブルックリン・リバティシティのブローカーをテーマとしたこのファッションね、やがてマンハッタンに上京し、私は歌手として俳優として成功するんだといった将来の金の卵たちが、下積み時代、いやそれよりも前、まさに上京する前、田舎で暮らしていたこの生活、古き良き時代の思い出が詰め込まれたこのファッションはいかがですか。リバティシティベスプッチ大学に通っていた彼女ら女子高生は、学校帰りサラリーマンや親父どもを相手に青春時代を繰り広げていました。ね、性別の性と書いて春、青春時代ですね。そんな親父どもから巻き上げた金を吊るしておく場所が左足に欲しいところ、右足には彼らから搾取したスッチを保存しておくためのコードが欲しいところ、そしてヘッドピアスさえ追加されればもう私たちは無敵なのよ、敵なしよ、美しいのよ。この中でローライダーアップデートの内容を用いたものは髪型だけですね。でこの白の網網な髪型、通称コーンローっていうんですが、これと合わせる感じでスーツも全身白一色で統一すると、マトリックスのカーチェスシーンに出てきた敵キャラ風のファッションが出来上がると思います。キャデラック CTS とエスカレードの戦いに出てきたあの双子みたいなロン毛の白のロン毛の方々ですね。白のロン毛のコーンローのかっこいい人たちですね。実を言うところはあのパリコレのファッションショーからヒントをいただいたものでして、あの男の人がね、男の人がね、まああそこやあんなところやこんなところに目が行くように作られた、まあ、必要最低限のデザインに絞られたものですね。パリコレってそういう18禁的なファッションが意外と多いので、日本のテレビ局で放送したらもう速攻モザイクかかるようなレベルのものでして、まあロックスタイルもね、あのあと一歩踏み出す勇気が欲しいところですね。じゃあここで、一発芸、はい以上です。こちらはまあ黒一色で統一された、ギャングスターファッションですね。金のスニーカーがめちゃくちゃいい味出してますね。これ別にあの GTA のストーリー内に出てくるギャングの一派とかいうわけではなく、もう完全オリジナルですね。どちらかというとラッパーみたいな。はい、タバコ吸ってるアクションがすごい渋い。これは、彼女に着てほしい寝巻きというファッションですね。もう本当にあのロックスターには次のアップデートでぜひ、なんだろう、こう服が揺れるようなスクリプト、そろそろいい加減導入してほしいですね。あの胸が揺れるスクリプトを確か前に導入されてたんですけど、それと同じような感じで服がチラッとヒラリとするような、こちらは黄色系が好きな人におすすめのファッションですね。帽子が黄色一色っていうのがね、今回追加されたのが、素晴らしいところ。そして、なんだろう、ポケットがね黄色くなってますけども、まあ、なんだろう、こういうポケットにね手が突っ込めればいいのになーってこういうの見てて思いますよね。そういうアップデートも来てもいいのにね。こちら青のファッションですね。こちらもさっきと同じように帽子が青一色となっております。綺麗ですね。うん、なんか青系ってあんまり来なかったから、意外に全身青で統一できました。なんか爽快感があって気持ちのいいファッションですね。まあ秋らしくはないけど、どっちかというと夏だけどね。袖の部分の青白のボーダーと合わせられる感じ、このワンポイントファッション的なのが、ちょっとおしゃれですよね。こちらは野球ファッションですね。なんか野球ファンというシリーズが新たに追加されていたので作ってみました。まさにビールハットがお似合い。ここですね、スポーツトップスの、野球ファンという野球シャツですね。あ、これが一番それっぽい。これはバット持っても似合うね。ここはデキリフスポーツマンではなくて、ピカチュウ闇落ち葉ですね。サトシが草むらで他のポケモンとやってるところを目撃してしまったピカチュウはブチ切れて、地球上の全サトシを滅ぼすために10万ボルトの暗黒面に落ちてしまい、その過程で今このロスサントスにいる的なね。ということで以上、秋のファッションコーナーでしたね。結構頑張ったつもりですけど、あの最初の大和宅急便の破壊力には勝てる気がしない。